はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはアマカノ。なんかこうこういうね、カタカナ4文字系っていうと、まあ大体ギャルゲーかなっていう感じで、まあ、美少女ゲームとかいうねカテゴリーかなって。まあアマっていうのもよくあるし、まあ甘いって意味もあったりね、まあ今甘、まあ他にないかな。まあいいや、アマっていうのもなんかつくこともあれば、カノっていうのは彼女の意味でつけられることがよくあったりするから、なんかねよく見る単語がこう組み合わされてるんですけども、今回はどうかなっていうことで早速ねサイトの方を見てみようと思います。ということでこちら、ねえ私だけを好きって言ってくれるって3人女の子がいるっていうところでね、どの子が言ってんだろう、みんなかなとか、ちょっとそこら辺ドキッとするところなんですけども、アマカノが2022年11月24日、木曜日発売ということです。で、これはまあ、いや、コンセプト。ちょっと遠いんでね、雪の降る季節、温泉郷として栄える、なんだこれ、これ夜間通り町っていうのかな、ちょっとあんまり地名なんでよくわかんないんです。まあ何だか町で、あなたは3人の特別な女の子と出会います。あ、さっきの女の子だね。出会いを重ねるうちに友達とになり、やがて告白を経て、友達という間からから、恋人という間が、関係か。友達という関係から恋人という関係にステップアップします。最初は一緒にいるだけでよかったのに、好きという気持ちを今よりももっと伝えたくて、初めてのキス、そして甘えたがりな彼女と過ごすドキドキの恋人生活が始まる。本作では甘酸っぱい、青春の1ページのような時間をとても濃密に、そしてとても丁寧に描いております。学生時代にしかないときめきをあなたに、真実のラブストーリーが今ここに。まあ大体ね、恋愛系のゲームっていうと、この、まあ昔のね、ときめきメモリアルの古いやつから行くと、もう、告白した時点で、告白前に付き合ってデートしてんじゃんって感じがするけど、最終的にで告白するところで終わりだったりすることが多かったけど、まあ今時のね、アドベンチャーゲームっていうと、大体こう共通ルートみたいなところで、こう、みんなとわちゃわちゃやってるところで、間ぐらいでなんか告白したかなんか関係性が高まって、個別ルートでね、それぞれの女の子っていうような流れなのかなっていうのが、なんとなく想像がつく。まあ普通、ベタなね、アドベンチャーかなという感じの、ね、作りなのが、ちょっと今想像はつくんですけど、どうでしょうか。まあそれがわかるかどうかはわかんないんだけど。ムービー。オープニング曲とはこれはやめときましょう。やめときましょう。で、あと何があるのかな。ストーリー、登場人物。まあ3人だからね。これが今から甘えていいでしょうか。これは、高八代さゆき。すごいな。皆と仲良くなりたい、おまじめ系、これ、女姫って書いてあるのかな、わかんない。ちょっとよくわかんないけど、まあ、とりあえずね、なんかみんなと仲良くなりたいタイプの子みたいですね。で、次が、行くんじゃないの？あれ、これ下にスクロールしてるの？いないじゃん。あれ、これクリックで行くんじゃないの？あれ、これクリックじゃないの？あれこれクリック、これクリックでした。なんか、よくわかんないけど、はい。で、もうそんなに照れることを言った、目、言った、目、あ、じゃあ、目、だからね、もうそんなに照れること言った、よくわかんない。どっちだ、これ。マイペースでお茶目な、同居人先輩。
同居人先輩、神林、水木だそうです。これ先輩なんだ。もうそんなに照れること言ったね、だからねって感じかな。わかんないけど全然僕が再現する必要ないんだけど。はい、次。これが3人目。やったー。ねえねえ、見てくれました？これ後輩かな？じゃあ。明るく元気な人懐っこいワンコ系後輩かな？うん。これが、星川小春かな？うん。という3人のようですね。これ、こんな子たちだったっけ？メインビジュアル。こんな子たちだったっけ？確認することないんだけど。これ真ん中の子は一番こう、今後輩か。で、右側が多分同じ学年で、左側のが先輩なのかな。うん。はい。わかんないけど、そういうことらしいです。はい。わかんないけど、らしいです。で、システム見ればなんとなくゲーム内容わかるよね。はい。ということで、ああ、なるほど。マップ選択タイプなんだ。全くじゃないな。マップ選択でヒロインとの仲を深めていこう。ゲームが進行すると、マップ選択画面が登場。仲良くなりたいヒロインに会いに行き、仲を深めていこう。わかんない。なんて書いてあるんだ。仲良くなっていくとってことかな。二人だけの特別なイベントが発生。もちろん、浮気は、現金ですよ、か。あ、でもこれ、あれですね。こういうマップがあって、どこに誰がいるか分かっていくっていうのは、一番こう攻略しやすいパターンだけど、こういうアドベンチャーの場合、まあ昔もそうなんだけど、途中でこう、他のところに行って何かを調達するなり、何かをこう、関係ない人と話したりしないと、こう、展開しないっていうのは昔のゲームではあったんだけど、展開するんだったら、まあこれはこれでいいのかな。ただ、そうすると、この3人がいない場所っていうのが選べるか選べないかっていうのはちょっと気になりますよね。はい。どうなんでしょうか。で、思いを伝える、それとも、甘かのでは、等身大の恋愛として一番の、イベントである告白をあなた自身で決定することができます。ヒロインと一定以上心が近づくと、思いを伝えるボタンが発生。告白するかしないか、あなたの選択でヒロインとの関係を変えるということですね。なるほど。多分、こう、普通のね、テキストアドベンチャー的な作りだと、ずーっと流れていく、なんか選択肢があって、またダーッと流れていくから、そのイベントの制御っていうのがしにくいんだけども、まあ、こういう告白するしないでね。だけど多分これは、こう、どこだかに行って会いに行くって、仲が深まって、ずっとシミュレーション的な作りになってるとしたら、なんとなくこう、同じイベントを何回も見ちゃうようなパターンにもなったりして、多分、ね、これ想像ですけど、そうすると、この、あ、高まってるからここで告白してもいいんだっていう、ちょっとゲーム的なね、こう、パラメーター的な探りを入れられたりするのかなっていう。もしくはこう、あれ最近あの子とのイベントがうまく発生しないな。これはもしかしたら、もうここの告白するまでの高まりが十分高まってるかなって。まあこれ全体的にこう、相手が好きだと思ったところで告白するタイプのね、意見を言ってるけど、逆になんか全然こう、いきなり告白しても、あ、でも、これは、でも、告白をできるタイミングでマークが出るっていう、ちょっとそのまま、恋愛ナビがちゃんとついてる感じなのかな。とすると、まあ、なんだろう、もう少しこう、じらしてから告白した方がいいのかとか、そういう心理的なね、葛藤があるのかなという感じもしますね。で、緊張とドキドキの瞬間の告白。ゲームが進行すると、ヒロインが、ヒロインが、うなずいてくれるかな、わかんないな。ちょっと読めなかった。はい。今までの行動で、決定。ヒロインの心が
開ききっていなければ失敗することも、あ、失敗することもあるんだ。告白に成功すれば晴れて恋人同士に、恋人としての甘い生活が待っているってことは、まあ、ポイントは多分あれですよね。このマップを見てるときに日付変更みたいなのがあったりして、日付がどんどん経っていくのかとか、あとその、まあ、さっきも言ったように、この、多分用意されてるイベントをこなすことでパラメーターが上がったり上がんなかったりするから、一通りイベントこなしたら、こう、そこぞそこ高まったりするし、全部イベントの選択肢間違えたら、こう、ダメだったり、まあ、そういうことで、こう、告白できるタイミングになってるけども、告白しても失敗するみたいなね、ことが起きるんでしょうね、多分。はい。想像です。で、ラブラブもやもや。告白に成功すると、恋人になったヒロインとの、生活にいち早く、突入して甘生活を送れる。ヒロインを、恋人と、ヒロインと恋人になってドキドキしたい人は、こちらがおすすめ。告白成功したいよね、やっぱりね。成功しないパターンもあるのか。あ、違うか。両思いになっても告白しないと、好きだけどどうしていいかわからないヒロインたちのモヤモヤを見ることができる。ああ、そういうモヤモヤもね。ちょっと M 系のある人、M 系じゃないや、S 系のある人はね、まあそういうプレイっていうのも、このゲームのプレイなのか違うプレイなのかちょっと悩むところだけど、プレイを好む人はね、そういう遊び方をするのかもしれないですね。ヒロインの心の動きを見たい人にはこちらをおすすめ。そして、その思いでいっぱいになったヒロインから告白されることも、あ、告白されるパターンもあるんですね。恋愛ゲームにおいて告白されるパターンっていうのはどうかなって気もするんだけども、まあ、昔の恋愛ゲームは告白される方のパターンも確かに、あ、でもあれか、基本的にこう、恋愛アドベンチャー的なやつっていうのは、この共通ルートから個別ルート行くところって、必ずしもプレイヤーが告白してるわけでもないこともよくあるからね。まあ、ゲーム的に行くとどっちも普通に流れてるかなっていう気はしますよね。で、告白して恋人の甘々な期間を長くすることも、告白しないで甘酸っぱいドキドキの関係を、長くすることも、全てはあなた次第。これはあれかな、だからこう、同じこう、共通、っていうか、個別ルートがある中で、こう、ラブラブになった時とラブラブじゃないっていうか、ドキドキの状態をこう並行して作ってて、で、こう、2ラインで告白した時点で、キュッとこう、ラインが変わるような作りなのか、ここは戻らないと思うから、だから、こうなんか、フルで告白されるまでこう遊ぶパターンと、さっさと告白したパターンとでこう、2回遊ぶと、いろいろとこう、イベントを網羅できる。まあこれもまたゲーム的な発想なんですけど、まあそういうことなのかなという感じがしますよね。うん、で、舞台が、まあどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、読み方だけね、勉強できれば。ヒロインたちと過ごす、11月から2月頃の舞台。っていうか、それ以外、何ヶ月過ごすのこれ。読み方がわかんないんだよな。まあまあまあ。でもこれは、そっか。この時期に発売して11月末だから感情を込めてプレイを始めて、で、2月頃までを一気にプレイしてみて、こう告白するなり、こう遊んでくださいという提案なのかな、これは。パブリッシャーからの提案なのかなという感じが、つかみ取れました。はい。ということで、製品情報。これは通常版だけなのかな？はい。甘かの、甘えたがりな彼女と俺の純愛学園 ADV ですね。発売元アレス。
で、発売日が2022年11月24日で、希望小売価格は通常版が7480円税込みで、ダウンロード版が6800円税込みということで、ちょっとね、ダウンロード版の方が安いと。で、任天堂スイッチでセロ D 17歳以上対象となっています。まあこれはあれですよね、まあなんだかんだ言って店頭価格1割引きぐらいになるとだいたい同じぐらいの値段になるっていう、そういうパターンだと思うので、まああとはセールの時期とかでね、値段は変わると思うんですけど、まあ一応そういう意味では、まあまあまあパッケージ選んでもそんなに問題はないけど、まあ、多分パカッと開けたらゲームカードがあるだけのパッケージなんだろうけどね、うん、なるほどね。だからちょっとこのマップを選ぶってところのマップの中にこのキャラクターが見えてるんだったら攻略しやすいから、まあ普通に多分あの3人分それぞれ遊んで、あの一通り遊びで満足でしたっていうパターンだけども、そうさっき言ったように告白しないで最後に告白されるまでこう遊ぶパターンと、告白してそのままラブラブになるパターンと2つ最低限遊んで、多分告白するタイミングごとにね、このどうやり取りがあるかとか見るとね、こういろいろ楽しみ方が膨らむのかなという想像はつきましたけど、個人的にすぐ買うかというとそうでもないかなというところです。はい、ということで、このチャンネルにね応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。